続きまして各小学校による元気みこしが山を動かします。元気みこしに先立ちまして誓いの言葉を青葉小学校5年生竹下大和君が行います。それではお願いします。誓いの言葉を僕たちは仲間と共に今日という日が最高の思い出となるよう元気いっぱいみこしを担ぎ記念すべき令和1回目の霧島国分夏祭りを大いに盛り上げることを誓います。令和元年7月14日子どもみこし代表青葉小学校5年竹下大和、素晴らしい誓いの言葉でした。それでは元気みこしスタートいたします。その元気みこしの最初は今誓いの言葉を言ってくれました竹下大和さんが所属する通う小学校青葉小学校です。それでは元気みこしの出発です。まずは青葉小学校です。元気いっぱいの青葉小学校5年生です。どうぞ皆さん声援お願いいたします。続いて国分小学校6年生124名です。笑顔いっぱい元気いっぱいみんなで力を合わせてみこしを担ぎます。皆さんの声援よろしくお願いします。それでは国分小学校の皆さんどうぞ。
続いてのおみこしは国分西小学校です。本年度創立67年を迎えました。明るい挨拶、綺麗な学校をキャッチフレーズに、保護者、先生方が一体となって、子どもたちの教育に当たっています。今年も CPA が主体となって、人気みこしに参加しました。保護者、子どもたちの元気な姿をどうぞ見てください。国分南小学校です。元気みこしは例年子どもたちが楽しみにしている一大イベントです。今年も熱く盛り上がる日焼けした姿に乞うご期待。では元気みこし、最後は国分北小学校です。本年度創立50周年を迎え、11月9日土曜日に創立50周年記念式典を開催いたします。これまで先輩方が培った50年の歴史と伝統を大切にしながら、国分北小学校がますます発展していくように、教職員、児童、保護者が一体となって頑張っていきます。今日は町に出た元気みこし、国分北小学校の子どもたちが大きな声を出しながらみこしを担ぎます。どうぞご声援をお願いします。